おはようございます。時事要造です。時事要造的な日々の世界、セブンイレブンのですね、カレーパンを紹介したいと思います。カレーパンはですね、ここにあります、このセブンイレブンですね、先ほど買ってきました。今からちょっと試食をします。期間がですね、セブンイレブンでですね、3月14日の火曜日から20日月曜までですね。よく考えたらですね、今日までです。皆さんもですね、食べたいと思ったら今日中に行かれてください。今日まででした。1個の場合はですね、160円ですね。2個だったらですね、2個でしたら198円ということで、100円引きで販売しております。では話が長くなりましたけど、今からこれを、カレーパンにはコーヒーが合うと思います。コーヒーも準備してます。では早速いただきます。中はですね、こういう感じです。カレーがですね、ぎっしりとこう詰まってる感じですね、こういう。なかなか、美味しいですね。このカレーの辛さはですね、私にすれば、中辛ぐらいでしょうね。だから辛口の人はちょっと物足りないところがあるかもしれませんけど、そういうことですね。今日はセブンイレブンのカレーパンを紹介しております。それと試食したのは時事要造ですけど、あと加口ドレミもですね、ちょっと一緒に2個買ってきましたからですね。そういうことで、ちょっとどういう感じか言ってもらいたいと思います。どうぞ。こんにちは、加口どれみです。私もセブンのカレーパンいただきました。辛党の私からすると甘口のカレーですけれども、とっても美味しかったです。時事雄三も美味しく食べております。はい、そういうことで、セブンイレブンのカレーパン2個ということでした。残念ながらですね、これ見れば今日までです。20日までです。だからもう明日はありません。ちょっと実はですね、私はこのカレーパンはですね、昨日もちょっと食べました。今日がですね、2日目ということでですね、だから昨日食べて美味しかったから今日も食べてるというところですよ。そういうところでですね、セブンイレブンのカレーパン、残念ながら今日までですけどね、そういうことで、まだ今日までだから時間ありますから、皆さんもですね、このセブンイレブンのカレーパン興味あればぜひですね、食べられてください。最後までですね、見ていただきましてありがとうございました。これにて終わります。ありがとうございます。